パート23、ファルコン号をゲットしたので、武器防具の収集を始めます。最初の目的地はゾゾ山です。ゾゾに行く前に、マランダの町の、この民家に入り、お姉さんと会話します。ハイを選んで、鳥を飛ばしておきましょう。ではゾゾに移動しました。商人からサビトレイルを購入し、サビを取って、ゾゾ山に入り、アイテムを回収して、退散します。ここからは、重要アイテムに絞って回収シーンを紹介します。特徴は右のメモ欄に書いたので、一時停止しながら見てくださいね。アイスシールド、レッドキャップ、雷神の盾、イージスの盾、この4つで OK です。続いて、午後の洞窟に向かいます。ゾーンイーターさんにお会いして、吸い込んでもらって、咀嚼されます。むしゃむしゃ、つきました。緑のおっさんを回避して、源氏の鎧、緑のおっさんに落とされ、レッドジャケット、プレスエリアをかいくぐり、変なモノマネしは無視して、部屋に入る意味ないだろ。雷神の盾、を取ったら、テレポで帰りましょう。ちなみに、インビジブルという敵に遭遇した場合は、逃げられないので、諦めましょう。続いて、ラストダンジョンの、瓦礫の塔に潜入します。ラスダンに落ちてる優れものを、先にいただこう、という魂胆ですね。パーティー編成は左から、エドガー、セリス、セッサーです。真ん中がセリスであれば、男二人は入れ替えても OK です。セッサーから進めます。レッドキャップを確保し、下のドアから侵入。ベルトコンベアに乗って、セーブポイントを確保します。ここからは、他のパーティーを動かす、ここでセーブ。を繰り返して進んでください。グランベヒーモスのような逃げられない敵もいるため、セーブとパーティー変更でエンカウントを調整しながら、地道に進んでいきましょう。続いて、エドガーを動かします。ここに入り、イカ様のダイス、だけ取れば今回は OK です。セリスに切り替え、ミネルバビスチェ。これはすぐに装備します。生存率がぐっと上がります。じゃ、下に進んで、トイレに佇む、アルテマバスターを倒しましょう。アルテマ族特有の、中二病を患った自己紹介があります。トイレに安置されたことを誇っている様子です。ただの牢屋だろ。カーン。ホタルかな？戦闘が始まったらヘイストを、アルテマバスターにかけます。察しの良い方は気づいたと思いますが、アルテマバスターもデュラハン戦と同じく、敵の MP 切れを待つ戦法で倒します。アルテマバスターの攻撃手段を並べるとこんな感じです。で、HP 満タンの初期状態で使ってくるのは、上から3つです。これ以外は、HP が減ったり、一定回数のカウンターを発動すると、使うようになります。そして、上の3つは、さっき装備したミネルバビスチェで貫通できます。よして、こちらから仕掛けない限り、セリスがダメージを受けることはありません。放置して敵の MP 切れを待ちます。じゃ、MP19000 が枯渇するまで超加速。若干画面がちらつくため、ご注意ください。ちらつき防止策として、アルテマバスターの使ってくる技の、消費 MP を紹介します。致し方ないな。初期状態のアルテマバスターの攻撃手段は5つ、それぞれの消費 MP はこの通りです。これらが同じ割合で飛んでくるわけではないですが、平均で1行動 MP40 消費くらいです。アルテマバスターの MP が1万9000なので、MP を使い果たすまで約475行動も必要です。ただし、通常攻撃など MP 消費ゼロの技がないので、所要時間はそれほど変動しません。おそらく1時間15分くらいで MP が尽きると思います。じゃ、そろそろなので黒板終わります。そんな割れ方しねえよ。約1時間20分で、MP が尽きました。アスピルラスピルでとどめです。時間がかかるだけで、勝率自体は 100% です。周辺の雑魚敵の方が怖いですね。
アルテマバスターを倒すとセーブポイントができるので、今度はここを拠点にして、セッサーを動かします。この辺りの隠し通路を進み、イージスの盾を確保したら、またセーブポイントに戻ります。再度、セリスに変更し、フォースシールド、フォースアーマーをゲットしたら回収完了です。テレポで外に出ましょう。今回はここまで。じゃ、また見てねー。FF の中で6が一番好きだ、という方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。ちなみにウプ主は、タクティクスが一番好きです。前振りが台無しだよ。